はいどうもこんにちは、裏切りマンキーカングです。西沢学園修行会。おいおい西沢学園修行会。修行会ですよ。何も言えないよ俺、横で。いやいや別にいい、いい。え、ミュートして俺がはーってやんなきゃ大丈夫。いいいい、ちょっとボケしか言えないでしょ、どうせプレイのこと何も言えないんだから。ちょっとちょっとおーって何、西沢学園修行会っていうのはどういうことですか。いや、視聴者さんからね、はい、動画いただいてるんですけども、はい、いつもありがとうございます。ハイドラの動画が届きまして。あ、ハイドラ使いの方から来たと、うん、はい。で、まあシューターとかなら、まあある程度言えるんだけど、うん、もうハイドラなんてほとんど持たないし本当に動画で上げる時しか持たないみたいな、なまあ 2,3 回上がったかな、うん、レベルだから。なるほどなるほど、まあ、とりあえず見る前に1回持とうということで。あ、なるほど。視聴者さんに、まあ、アドバイスする上で、うん、こうハイドラだからこうだったとか、うん、ハイドラって確かにこうだよねっていうのが分かるようにやるという、うん、そうそうそう。ああ、これはだいぶ真面目な回。優しいでしょ、うんうん、俺って優しいんだ。こんな親身になってね聞いてくれて、うん、俺って優しいんだはダメよもう優しくない人のやつよなるほどね。まあ確かにでもこれを知ることで、うん、まあもちろん視聴者さんにアドバイスもできるし、うん、西沢君の幅も広がりますし、まあ、そうだね、まあ、そういう意味で西沢学園修行会、はい、修行会ありました、はい、とりあえずハイドラをじゃあ今回やってみるということで、はい、行きましょう。はいはい、昆布 OK。 さあ昆布トラックの矢倉、うん、こちらでハイドラやりますよ。さあもう、まあ、矢倉が厳しいという中でクーゲラもいる。あのクーゲラ相手にもいる。はい。おお、リッターもいいのか。リッタークーゲラ。うん。ですけど、コンブトラック云々よりもやっぱ矢倉がどうたらこうたらですからね、今回は。右入った。右にやっぱりちょっと痛くて。よう。あ、おりそう。おろおろろ、うん、やれないのか。これだよね。まあやっぱバー裏をね、バー裏隠れられたらハイドラ何もできないからね。そうなんだよね、うん、なんか止めやすいイメージは確かにあったんだけど、ね、距離長くてね、こうやってうね、威力も高いし、安いの。ただ割られたバブル。いや、うわ、抜かれたんだ今の。素晴らしい、うまいね、そこが。こっち重いなぁ。だ。ジェットスイーパーもね。ここに潜伏してるような気がするんだけど、いいね。お、でも手前まで来ているよ。やれる？ナイスで一人やった。いいよ。あ、できたとこ。はいはい。OK。さあ乗ります。乗りまくってます。お、スクサーバー。なんかこのなんか人が乗ってるとこに乗ってさ、はい、降りるの意味わかんないよな。俺いつも思うんだけどこれ。まあだから俺の勝手な分析は、うん、やっぱ今までにもう乗らないもう味方はっていうトラウマを植え付けられてる。だからもうどうせこいつも降りるっつって自分も乗ったら、あれ降りないっつって自分が降りるっていう。あれ意味わかんねえんだよな。悪循環、悪循環。やめてほしい、あれ本当に。まあね、徹底したいよね。このレベルまで来たらもう乗る人乗らない人。いやこれ死ぬかな。入るだ。あ、倒したか、倒した。そうなんだよな、うん。だったらもうずっと乗ってほしいよね。ね、もうああいうエラー出るからさ。確かにね。あの場面いきなり人数不利みたいなもんですからね。うん、同じ場所に2人いるのは。そうなんだよ。ヤグラ上となるとね、バレバレですから、場所で。いや、無理か。あれ、クーゲル同じ長さ。ハイドラは長い。全然全然ハイドラは長いか。全然長い、うん、クーゲル修正も入ってるしね。あ、短くなっちゃう。じゃあ、結構出てきて、ナイスです。溜まればやれる。うお、ナイス。バブルトナイス。さあ、いや、やっぱまあこの重さがだいぶ影響してるな。ハイドラクーゲルジェットですからね。でしかも、ああ、ナイス。プレッサーはまあさておき、別になんか止めやすい武器でもないですからね。デュアルもなんかそんなに、俺抜かれてたら勝てねえな。見られてますよ。
401? さあここまで来るとええー、厳しいですね。厳しいの塊。うん。一旦後ろ行って。一発撃ったら勝負。うん。止まる前にね、次が。うい。なんかちょっと進めやがった。あと一発か。あとやれます。ナイス。ですよ。さあ40秒。この40秒で2関門プラス半分ぐらい。ああ死んじゃってる。2.5 関門。頑張りましょう。ダメージは残ったまま。本当は味方いね。あ一歩前には行ったけどやれずに。さあ残り20秒。取り返せるのか。取り返せるのかい、無理よ。それはアイドラがとかではなく、これは無理よ。いやまあね、編成見た時点で結構あデュアルが頑張るか、うん、もう一人前出れるような人が出てこないと難しい、ね、無理これはしょうがない、ね、うん。アイバトラー、はーい、うん、行きましょう、うん、まあね、ヤグラの大変さを実感しつつブラニですブラニ、しかもクラブラドバっていうね、なかなかトガまあでもね、ヤグラだったらまあでもこれはもうあそれ取りたいね、ヤグラ上でゆっくりさせてほしいね、多分橋上もあ、ナイス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 、もうこっち切らなきゃいい、うん、ナイスナイス、さあ、お、なんなら橋上見ちゃうよ、うん、橋上から、いいね、ローラン右から抜けてこようとしてた、はい、バレバレですね、はい、あ、降りましたね、バレバレ&ハイドラはその見てから余裕でさせちゃったりさせなかったり、ね、おお抜けてっちゃった倒せるな、うん、ね、この視点から見たらもう倒せなかった他にもねだいぶバレバレーションなんですよ、塗りがねえときついよ、うん、やっぱ中盤以降だよね、このハイドラが安心して橋上でこうじっくり見れるのってこっちに塗りを出して塗りが消えてきたところね、あ、いいよ、2落ち1回入っちゃう、うん、ナイスですね、免許、うん、いいよいいよいいよ、お、うん、あ、今だ、今こういったことに、うん、乗ってる乗れてるいいじゃん、オッケー、いいじゃん、あと一発だ、うん、はいまあ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 十分ですよ、いいね、安心感のある今形にできてるよ、真ん中はもうハイドラニーズは見てで前線はもうブラスター大暴れ、そしてこういう要所ではさすがに乗る、そして逃げる、いやいやミスった、もうでやあれみたいカーリング、カーリングみたいな、やっやーってカーリングの競技動きにくいわ、普段使ってないとマジで、まあね、ハイドラはまあ一番重い武器だとは思います、ちょいためがマジムズ、あ、ちょいためポンポン、ちょいためポンポンみたいなね、やっナイス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 、もう一人いる、ナイスナイス、逃がそう、うん、逃がそう、そう、逃がさない、すまん、カバーできない、まあね、今行くもうできないもんね、うん、ハイドラってあー遠いわ後ろ
大丈夫、下だ。顔出さないかな。あね、無理だ。何回生きてる。ここしかなかったね。自分の意味。いや、まだ全然。ここで死なないのがね、ハイドラの強みというか、ここで死ななかったことによって相手へのだいぶ影響力がでかいですよね。うわ、まだハイドラいるよっていう、これは大事かもしれないね。もう一人後ろ、いいよ。いいですよ。いやー、いいね。うん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 。このね、逃げ場残しとく位置にいるの大事だね、これね。最悪後ろ降りれば OK みたいな。ひらがなの鬼、アルファベットの K。うん、OK。まあ、下に一人と、あ、二人、下。うん、いいね、いいね、大事。じゃあ前見といて。なるほど。いいですね、トラップからのでいいですね。いいですね、トラップで十分でございますね。いいですよ、ここのトラップ強いね。うん、塞げちゃうもんね、2つで。うん、うん、で相手はもう不利な対面を強いられる。そしてここまで入ってきてもまだトラップ置いてトラップ置いてどっか行くやつに腹立つじゃん、このハイドラ。あ、回線落ちしてる。本当だ。耐えろ。止めれば勝ちだ。止めれば勝ち。乗れなくて勝ち。よかった。乗らないと。ね、落ちてんのに。乗らないってやつ。オッケーオッケーオッケー。いやでもハイドラとしての強さはすごいですよ。うん、けど意味わかんない動きして、ハイドラの動きしてないからね。まあでもこれをやっぱ踏まえて。うん、なるほどね。うん、やっぱ見るとまた違う。そうですね、うん、はいはいはい。じゃあ一回ね、使って、うん、素晴らしい素晴らしい。あい、うん、バッテラー、はい、うんうん、さあ行きましょう行きましょう。まあまあね、ハイドラをね触ってみてからのですから。お、ラピエリデコ。おお、さあお互いこれはレスターなし。そんで相手方スパッタリーがいますね。オンピッチャー、なかなか久しぶりに見ました。おー、左にのか。あー、まだ。おー、イエス。いいね。あと、あれだ、バリアブルだ。うん、で、バリアブルの場所もなんとなくあって。乗ってくれるなら。オッケーオッケー。ラピーがここ乗るのであれば、はっかっこいい。足上を見ると。うん。うん。いや、この形結構理想系ですね、このバッテラに関しては。味方がしっかり乗ってくれて、で橋上を見れるので後ろ横はもう見なくてよし、はい、いいね。そうなると相手は不利な位置からの止めを強いられる、強いられてしまった。戦いは勝ちづらい、うん、ここの位置やっぱ強いよ。そうですね、うん、バッテラはだいぶ相性いいですね、やっぱハイドラ。もうヤグラはね、こんなになっても足元塗ってあげねえと、ハイドラ乗りに行かんぞと。すまっ、カバーできなかったね。いいですよ。はい、味方が取れる。うーん、左とこいつ、いやー、あとここ、あ、もう後ろ見てくれ。うん、いいですよ。あら、早い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 、早いねー。よしよしよし、理想。バッテラはここだな。そうだね、やっぱり、うん、強いわ。で逆に他のステージもああいう、なんつうの、ハイドラが立ったら怖い場所があればだいぶいい動きができそうだね、うん、なるほど。いや、バッテラはかなり相性良さそう、うん、素晴らしい。バッテラはいい、うん、はい、バッテラストリートにて今日の週、ね、行きましょう。さあ、今日の集大成を集中して見せる試合、はい、今回はハイドラントの気持ちを知ろう、うん、はい、でございますね。さあ、でもバッテラはだいぶ
固まってきましたね。バッテラはいいね。うん、あと相手の構成にもよるんだよな。チャーいないとめっちゃ動きやすいしさ。まあそうか、うん、リッターチャーとかいるとその端上いてもね、相手に先にパーンってやられること全然ありますからね。まあ、この編成とかだとまあそんなに恐るるべき相手はいなそうですね。まあ、2歳ちょっとめんどくさいけどね。おそう、やってしまったな、ね、中央に降りてたね。左側からもうナイス。お今見てますよ。1人プレッサーで、ああもうあとプレッサーだけ。スバじゃあこれもこのまま端上入っちゃおうかな。さきましたテイテイチンね。最短でキュッて降りようとしたところにある、うん、これが嫌なんです。いいよ売ってるぞ感ね。お前のこと見てて売ってるぞ感。その乗ってるダイナモ西沢だけ。あ、これちょっと、うん、そうね、石上をキープ。それでもなお、それでもなお、あ、でも後ろから下からやれるな。大丈夫です。うん、あら、さあこれがあるからスプラトゥーンはわからない。作戦だけで勝てたらそれは苦労しない。そうね。うわずいいね、これが やったわ。もうこれね、この1回のミスでね、はい、ポジション取られちゃうんだよね。ほらいたわ、もうこのせいなのよもうダメなのよ、ミスしちゃ試合変わるから。そうですね、まあ、繊細ではあるよね、そういう意味では。ハイドラってああいうミスでこう大きく影響出てしまう仕事をしてる。なんか詰めたっけ。いや、ナイス。おお、おいいんじゃないか。それカバー絡めよ。あ、やば、上えいよー、見えちゃった。やっぱ橋上が崩れてるのかな。あ、これやばいね。お、ちょっと相手がいい感じになってきたね。あの相手の発生が、さあナイス玉でプレッサーと同じようなことはできなくもないですが、まあうわやれるな。ナイス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 、あぶねえ。それね、さあってことは飛ばしてほしい。さあね、いい飛ばしなんじゃないですか。それ足上さえ飛べればオッケー。乗ってくれりゃいいよ。うん、左やられた。ってことはザップらへんがあるん、ザップらへん、うん、こういうおい。さあ3落ち。あ、でもピアルも落ちてる。居心地悪いな。ネス、もうか。さあ、うん、まずそう。ちょっとまずいね、残り1分。相手のチャンスが芽生えてしまいました。しかも足上見てねえわ。え、相手が、あ、見てるわ。ナイス。あー、いいね。あー、もう足上がね、ちょっと甘かったね。確かにもうあの降りる時点で止められてたのね、結構めんどくさって。これ足上乗った方がいい、うん。交代。端上はなってるな。左を見てあげる。この柔軟性大事よ、ね。乗らないでも全然いい。こう、あ、もう完全に抑え込むね。なるほどね。まあ確かに進めるイコール一応相手の陣地の方に向かってくるですからね。ああ、もう要所に要所。
あ、ね、オッケー、よかった。まあまあまあ、なるほど。乗んない方がいいかな、うん、なるほどね。確かに乗らずにハイドラが立ってたら嫌なとこに立ってる。うん、マップによってだろうけど、うん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 、まあ、バッテラーはとりあえず乗る必要ない。乗るよりも走る。そんな乗んなくても良さそうだね。なるほど、うん、はい、というわけで、はい、ハイドラを使ってみて、うん、まあ、バッテラー多めでいきましたけども、はい、いかがでした？いや、やっぱね、重い。まあね、足元なんかシューターみたいにね、うん、移動しちゃうよね。ピュッピュッピュッって、ね、そうそうそう、あれ絶対やんないんだよ、うん、多分ハイドラの人。まあ、確かに、うん、あれをやるような状況になっちゃいけんますね、うん、多分そうなんだと思うんだけど、はいはいはい、ちょっと久々に持つとこんな感じになっちゃうね。なるほど、うん、まあまあ、でもなんとなく分かった。お、うん、やっぱヤグラのハイドラ弱いわ。うん、うんうんうん、強くない、まあ、弱いとは言わないけど、やっぱ、うん、止めれないヤグラ。まあ確かにこの遠距離系の中ではもっといるんじゃないかってのあるよ ね、うんそのね、うんうん、まあまあ、でもそれをやっぱ踏まえた上で、はい、この武器好きだから持つっていうのはあると思いますんで、もちろん、うん、まあそれをねちょっと見つつ、お、視聴者の動画ちょっと見たいなと思います。そうですね、はいはい、真摯に向き合ってますね、はい、本当に、はい、というわけで、まあ、これでハイドラのことアドバイスできるわけですから、はいはい、アドバイスできはしないけどまあでも共感はできる、うん、あ、まあそうなるよねみたいな。確かにこれ なんで今これやったのかが分かるかもね、うん、はい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 、なのでね、ちょっと楽しみにしててください、はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。